中を外に開き、首の前と後ろを長くする。さあ、その滑走した手を頭の上にスッと持ってきましょう。肘でも伸ばさなくていいから、右と左をつながるような感覚でまぶた閉じたまま、ふわっとあったかいエネルギーを自分の中に感じながら呼吸。右と左をつなぐ。さあ、ニロールシェイプ入れていきますね。そのまま肘をぐーっと伸ばし、耳に腕を引き寄せる。さあ、息吸いながら肘を後ろに曲げて、自分の手首、親指を首の後ろにタッチする感覚。吐く息で肘開かずにまっすぐ上に戻しましょう。吸って後ろに曲げて、吐いて伸ばして、吸って後ろに曲げて、吐いて伸ばして、ラスト吸って後ろに曲げて、吐いて戻します。さあ、そしたらそのまんま両手をつないで頭の後ろにくっつけて、肘のアンテナぐわーっと開いていく。今度は顎引く番です。息を吸って背骨を長く、首長くしたら、吐く息で両手を前、そして首を後ろ、顎をぐーっと後ろに引いて抵抗し合いましょう。吸いながら緩める。吐く息で手前、後頭部後ろに押す。吸って緩めて、吐いてプッシュ。自分にしかわからない小さなエネルギー、吸いながら緩めて、吐く息で首の強化、ぐーっと顎を後ろに引いてあげて、ラスト1回吸いながら緩めて、吐く息でキュー。お疲れ様。手の重みで首を下に下ろすだけ、キュッとしない、顎を引く。さあ、そのまま顎を左右にコロン、もう一度後頭部スーッと後ろの壁に戻したら、肘のアンテナ開いて、今度はつむじで大きな円を描いていきましょう。肩周り、首筋、背中、腕周り、全部リラックスしながら回す。下まで来たら反対回し、両手を空に、一回お尻と手のひらでギューッと肩上げて、吐く息ですと、あと2回吸いながらギューッ、持ち上げへそぺっちゃんこ、吐く息ですと、ラスト1回吸いながらギューッと伸びる、吐いてスト。今度ね、親指反対につないで手の甲を上にして、で背中から手を持ち上げてみてくれる。さあ、自分の腰と手のひら、自分手の甲を引っ張り合って後ろからギュー、吐く息でした。ワンモア吸ってギュー、吐いてスト。ラスト1回吸ってギュー、吐いてスト。その手の甲を前、おへそ後ろに C カーブ、足反対に入れ替える。もうちょっと C カーブで降りて、足の付け根を解放、グッと手のひらくるっと返して、耳のそばに持ってきて、もう一回お尻と手のひらで引っ張り合って、反り腰、丸腰じゃない、真ん中がいい。息吸って、吐く息で体を右へツイスト、ホールド1、そうだね、きれい、2、3、4、5、センター戻る、反対、1、2、3、4、5、OK、センターゆっくり戻していく。手握って、右手で左手頭の後ろに引いて、後頭部で脇の下をして空見て、中、息
そぺちゃんこにして。3、胸は開いていいよ。4、肘がどっからつながってるか感じてね。5、スイッチしよう。下向く。左手で右手頭の後ろに曲げる。押す。足をちょうどねマットのヘリとヘリぐらい、そこから両膝同じ方向にパタンコパタンコ倒して、痛いとこないかチェック。でマットのヘリとヘリに足の裏を置いたら両膝右に倒して、右足左足の上にフックして、左肩ちょっと後ろ引いて、持たれて目線後ろ。そして足首フレックスで膝を胸の方に引き寄せる。吐く息でかかとでブルーの壁をして、吸いながら引いてくる。吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、ラスト吸って引いて、三角から左手入れて、上でバランス取れそうだったら足持ち上げてね。ホールド。きつい人足の裏床でいいよ。シュースリー、膝の後ろで両手つないで、足をちょっと前に伸ばしながら自分 C カーブで後ろに倒れて、腕が伸びたところでホールド。2、3、4、5、お疲れ様。ゆっくりと縦膝に戻して、足スイッチしてね、もたれる。数字の4、反対。そう、そして膝を胸に引き寄せる。吐く息でかかとで、お腹でかかと前に押すか。吸いながら引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、ラスト吸って引いて、空中でバランス取れる人は左手、右手入れて前に、きつい人置いていいよ。でグッとプッシュ。そうそう、ほらチューもう一回頑張る。スリー、シュランドラーサのアリアナのポーズです。5、膝の後ろで両手つないで、腕伸びるまで足前蹴って、そう、そしてあら気持ちいいわってところで L 字でホールド。2、3、4、5、お疲れ、足抜く。縦膝でガニ股で、少しマラーサナというと、お尻のボルスター真ん中に持ってきて、股関節開いてください。グッドです。そしたら両手をゆっくり前について少し前屈していく。肩のストレッチあと少し見ていきます。吸いながら起き上がってきて、そのまま両方の手を、手の甲を背中に上げてください。手の甲を背中、そう、そしたら右の手中に入れる、左手中に入れる。 OK、 足閉じていく。そしたら足もう一回マラーサナに戻して、いつものね、右の手、膝の内側から肩入れて後ろに置く。
うん、左手胸から空、その手背中から右のももの付け根、つなげる人は右手返して後ろでつなぎましょう。左の胸を仰向けにして深呼吸を。そうだよ。左の手膝の下から肩入れて後ろに置く。右の手ハートから空、背中に回して右のももの付け根、つなげる人はつなぐね、無理な人はそこに止まっててね。深呼吸を。両手大地、両足開脚です。今日少しシェイクシェイクしてかかと痛いと思うから膝曲げてても構わないからシェイクシェイク、あと一つ外、あと一つ外です。 OK、 そこから両手を前にスライドしましょう。肘つけられそうな人肘つける、無理な人は両手前でホールド。お尻は滑らないで、そう、ももは外旋してかかと蹴り出してつま先自分の方に向けるだけ。ホールド、取った、いいんだよ、手ついてるだけで十分だから。ゆっくりとロールアップして四つん這いになります。水分取る人は水分取ってね、お好きに自分で休憩しながら行ってくださいませ。ボルスターが真ん中から後ろ半分、そして両方の膝をボルスターに乗せて一回正座に座ってみる感じ。ここでバランス取ってみよう。そしたら割り座のポーズ、そのまま膝を外に開いて座ってみよう。足の親指と親指タッチして足の裏にかかとの上に、かかとの上にお尻かを乗せて膝をできるだけ割り座で、この時点で反り腰や丸腰にならないようにまっすぐにしてみよう。そうそうそう、で骨盤の重力下の方にスーッと下ろしたら両手をサイドから持ち上げて肘を90度曲げてアンテナです。ホールド、さ、肛門を閉じて丹田を中に入れて胸を前方に開きます。そこから手のひらと肘を顔の前で合掌して右手下にずらす。さあ、わしのポーズいきましょう。二重フックか一重フックかどちらも、そのまんま指先をあと一つ背中から上に引き上げるイメージでお祈り。背中を意識してごらん。こう持ってくるんじゃなくて顔からちょっと手離して指先上に行くと肩甲骨が引っ張られる感覚。そこでいい。スリー、ムラバンダ締める、肛門締める、指輪ママのおへそを参考にして、今度は自分の肘をおへそや水打ちに当てる場合、クランチ、はい、背骨フラットに戻して
手を入れて左手下、だるが下の脇、肛門閉じる、丹田中入れる、さあ胸を開きながら首長くして上に入れる、いた気持ちいいところ、そうだね、胸の中心、背中の中心、肩こりを伸ばして、グリーン、ワイド、吐く息で二頭筋さんに入れて、ヒットに動きするようにします。大きく先端にゆっくり戻したら両手を開放、今度後ろに寄せていく、もたれかかったら足の付け根伸びるから、この状態からお尻をちょいと離して、恥骨をぎゅーっと前空、前空、そして喉を開いて後ろにいるまま、そう、ボルスターに両足よいしょ戻す、そう、そしてそーっと前に持ってきて、腰丸めて枕作ってチャイルド、さあおでこ大地、両手耳の脇、息吸って1回吐く、吸いながらうさぎのポーズいくよ、下半身が少し高いからね、ちょっとだけお尻持ち上げていくと、もうつむじつくから、つむじがついたらそこにいて、手のひらと頭のつむじで三角形作ってホールド、そうです、チューフシャンカーソナ、スリー、顎を鎖骨に、フォーファイブ、下半身で膝をあと少し後ろに下がって、四つん這いで楽なところに持ってきて、足、頭はそのまま、手のひらと頭三角形作ったまま、膝少し後ろ、そこからチャクラ取りのポーズ、右足床と平行に後ろに伸ばす、ワン、三点バランスです、チュー、スリー、フォー、その右足外から曲げて、自分の右の肘の上に右の膝乗せる、内もも、トゥー、スリー、フォー、ファイブ、ヘッドアップ、頭上げる、自分の脇の下に右膝突っ込んでみて、チュー、スリー、フォー、今日そのまま右足2、3、4、5、両方の足ボルスターチャイルド下ろす、うさぎに戻るよ、両手耳の脇、
お尻上げてつむじ床、手のひらと頭三角形、膝ちょい下がる、自分が楽なところで肘が90度のところ探して OK、 左足チャクラドルのポーズ、後ろにスリップ、頭と手のひらの三角形で支えるんだよ。おお、はい、左足外から持ってきてね。左の肘の上は二の腕の上に乗せる。トゥー、スリー、フォー、ファイブ。その足ゆっくりキープしたまま両手で床をして頭を上げる。ワン。さあ、バカンサの左足脇の下、チュー、スリー、フォー、真横、ワン、チュー、頑張れ、左のもも床と平行、スリー、フォー、奥、直角三角形、右肘床、L 字、左手をピースの指、足の親指持つ、引き寄せる、ちょっと上げるオプション1、開くオプション2、1、2、3、4、前の左足後ろ、両肘床、カポタアサナ、鶏、左足ソラン、1、お尻平行、チャイルドお疲れ。集大成いっていい？両足行きたい。ワンモア、ほっぺの横に手のひら、お尻上げる、うさぎに戻して、膝ちょっと下がる、手のひらと頭三角形、また守ってね。どっちかって言ったら頭頂とおでこの生え際の間ぐらいがつくといい。 OK、 右足を後ろに伸ばして二の腕の上に膝入れる、脇の下に突っ込む感じ。さあ、左の足つま先立ててボルスターから膝を離して、左足も乗っかる人は両足乗っける。レッツゴー。大事よ、肘開かないでね。そう、なるべく脇を締めといてね。上がれる人どうぞ3点倒立入ってくださいませ。吸いながらゆっくりロールアップして、水分取る人水分取る。大丈夫？チカチカする？ずっと頭ついてたから。そうそう。で、また同じテーブルに戻すね。休憩終わったら膝がここ、すねが後ろのボルスターの四つん這いに戻してください。そしたら両手の間に右足出して、ゆっくり起き上がって、左足のすねがボルスターで右の足が90度のところ、バランス取りましょう。右手を上足と左手耳のそば、息を吸って吐く息で上半身を少し右側に倒していきましょう。シュー、スリー、
5クランチいくよ。吸いながら上がって、吐く息で右の膝、左肘タッチ。吸いながらアップ、吐いてクランチ。吸ってアップ、吐いてクランチ。吸ってアップ、吐いてクランチ。吸ってアップ、吐いてクランチしたら親指ハートチャクラ。そう、そして右手と合わせて肩開いて、目線右の肩の延長線上を見ましょう。綺麗だよ。鎖骨開いてね。親指をなるべく胸の真ん中に当てる。右手でね、あと左手ちょっと押して胸引き上げてごらん。さあさあさあ。右手耳のそば、息を吸って、吐く息で上半身左へ少し伸びる。右膝で押した分だけ右手を気持ちよく体側伸びる。さあ、フリー、そう、下半身を強化しましょう。ファイブ、吸いながら戻る。吐く息で右の肘曲げて左膝にタッチクランチ。吸い
りながら伸びる。相手を振る。吸って伸び、体重コントロール確認しながら吸って伸び。ラスト1回吸って、ハートチャクラ親指合掌、背中開く、胸開く、目線左の肩を下ろして、スーッと張り切れたバッチャクを下ろして、すごい綺麗。はい、ハートの前で合掌、アンジャリヌードラ。左足を直角三角形まっすぐ伸びる。両手を T の字、ここに力入れて足首です。ホールド、ワン、ツー、スリー、グラ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 、左足の裏に行きます。前の膝90度まで低空飛行、下の回転をずつスクイーズして胸反らのぞき上げて、取り出す、で戻ってお尻下で右のかかとをお尻に近づける感覚、うん、で通る人は肘掛け、左手をティームードラで空へ、もしくはつなぐ、自分が行けるところでいい、ここの人はここにいてね、ここでいいんだよ、十分だからね。そう、ついて、でそこでお尻を平行にして、どっちかの骨盤だけ落ちないように自分の中で調節してごらん。そして右の肘から床の方に下ろす、またはちょっと曲げて前屈するだけでもいい、きつかったら、そしたら足をボルスターまたいで、そのまま後ろにゆっくり引いて、足の幅をマットのヘリとヘリに持ってきて踏みましょう。さあ、そしてボルスターを前に持ってきて横向き、今日ワイドダウンドッグいきます。このまま両手を肩幅より広く、まあとボルスターのヘリとヘリ、そしてまずね、上半身こっち来ないで、下半身のが大事なので、かかととお尻が同じラインになるところまで開いて三角形作ったら、両手の滑り台が一番遠く気持ちいいところ行って、腕より耳下に下ろす、肩外に開く。そうだよ、体重前じゃなくて後ろね、後ろ、かかと床、お尻とかかと同じラインまで後ろに引いて、そう、
背中の滑り台すごい気持ちよく開いてあげて、そうそうそう、フォー、左手で右の足首掴んで、目線右の脇の下から空、きつい人はすねの外とか膝の外持っていいよ、そう、チュー、お尻は両方後ろの壁を押しましょう、フォー、ファイブ、さあ背骨を床と平行に上げながら右の手を胸から空へ、ワン、ここで起き上がれないってことは体重が前に来すぎてるってこと、フリー、フォー、ファイブ、両手前ならしてワイドダウンロックに戻しましょう、上半身が滑り台、下半身はまっすぐ階段上がる感覚よ、足の間、そうそうそう、反対行きましょう、右手で左の足首すねの外、左の脇の下から空を抜く、スリー、フォー、ファイブ、背骨受けと平行、左の手ハートから空を抜く、ピラミッドを合掌、ホールド、フー、スリー、フォー、ファイブ、左足そのまま右のつま先だけ90度お外に開いていきますね、 OK、 両方の手 T の字、小さなトライアングルいくよ、息を吸って正面向いて、両方のお尻しっかり骨盤正面、そう、吐く息で右手を鏡の方に向かってスライドします、左足は小指側をぐーっと押して、OK、そこから右の手を右足の上、左の手を空に開いていくだけ、トリコナーサナ、目線左手、チュー、スリー、綺麗だよ、体をひねらないでね、フォー、ファイブ、そしたら右の膝を曲げて右のかかとを持ち上げましょう、そして自分が踏み込めるところまで右の膝外に踏み込み、左手を耳のそば、そう、ホールド、カルシバックオーナーサナ、チュー、腰を使わないでね、開いて左のお尻も後ろの壁、フリー、フォー、ファイブ、両手合掌、あとファイブ呼吸、ワン、チュー、スリー、ふくらはぎワークして、フォー、ファイブ、そーっと戻る、さあ右足戻して、左足外、とっても違和感あって反対行きたくなってるはず、さあ両手 T の字、 OK、 トライアングルいきましょう、左手遠く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 伸びていく、そう、そして矢印柄で下ろしていく、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、左膝外に曲げる、かかと上げる、そう、そしてパルシバックオーナーサナ、右手耳のそば、トゥー、スリー、左右差あるでしょう、フォー、ファイブ、両手合掌、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、センターゆっくり戻していく、さあマットのヘリもう一回踏みましょう、 OK、 そこからつま先立ち、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、 OK、 下ろす、そしたら今度つま先全部持ち上げて、親指の付け根と小指の付け根とかかと、計6点でマットのヘリ踏んでください、息を吸って吐く息でフラットワーク半分降りて、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ピースの指で足の親指持って、そ
そう、そして足を下ろしながら前屈、肘外、肩外、背中ハの字。きつい人は多少膝曲げてもいいから上半身気持ちよく下ろしてみて。そう、プラサリタパドッタナーサナ、チュースリ、背骨床と平行に前を見て、 そこから足の幅広いまま膝をねできるだけ曲げてみて、スクワットしてみて、結構膝に負担かかるので無理しないでね。そう、平行のままホールド、マラーサナのバリエーション中、肘膝の中3 4 5。お疲れ様。そしたらゆっくりともう一回背骨フラットに戻して、足閉じる閉じる閉じる、そう、そして一回ボルスターを顔の下まで引き寄せてください。左手ボルスター、右手ヨギト、手の予感する？右足真横に伸ばしてください。ワン、ツー、スリー、フォー。その右足をボルスターに乗せる。そう、そして今日左のつま先45度外、右足長いから右の足の付け根後ろに引いて、右足できるだけ伸ばしたら前屈してみてください。パルシュボッターナーサナというポーズです。グッドです。そしたら右の足をもう一度右手でヨギ投法で持って、左手をウエスト前見る、いい？右足をちょっと曲げてもいいから、左足ちょっと曲げてもいいから、右の足を前に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 持ち上げてくる。ワン、ツー、スリー、フォー、外、ワン、ツー、今日超ヨガっぽい、スリー、フォー、最後キー、みんなできるね、キーできる、キーできる。さあ自分の手どこでもいい、どこでもいい、どこでもいい、強いキー、目線一箇所、集中、両手で右の足首上から掴んで引き上げる、左手で右のつま先持って、右手パドマーサナ、膝を外に押す、右手を万歳して、左足と右手でバランス取ってみて、パドマで右手を後ろから左の肘をつく、軸足を前に少し右手を万歳に、そこからその右手前に流してボルスターで、ボルスターで膝を伸ばして前屈、右のかかとはお腹の下に入れてください。なるべく左手で持って、左足と右手でバランスとって前屈スプラッシュ、なぜかというと次もう一回起き上がる、前で軸足まで、右手遠くに起き上がりましょう。バランス、これでも楽にしてるの、骨格こうだからね、こうしてるからね、そうそう、すごいって、キリンさんの四つん這いに戻します。両手ボルスター、両足揃えて一回頭を下ろして前屈、背骨床と平行、そう、足腰幅、左足を引くと、頑張
張るよ。左足床と平行まで上げる。ワン。その左足ボルスターに乗せる。両手ボルスター、左足はまっすぐ正面ね。で右のつま先を45度外、そしてお尻後ろに引いて左のすねと顔を近づけるだけ。パルシャボッターナーサ、2 3 4さあ、左の手で左足ヨギ投法で持って、右足少し後ろに曲げて、右手ウエストで起き上がりましょう。左足前前前前にプッシュ、シュースリー。きつい人膝曲げていいからね、膝持っててもいいからね。フォーファイブ、その膝曲げたままでいいから外へ。ワン、ウチタハストパタングシタース、シュー、スリー、フォー、キーのポーズ。ベリケシャーサナ、好きなところ、好きなところ、好きなところ。おやすみ。さあ、股関節少し回しましょう。後ろに持たれたら両足を膝を胸に引き寄せて空。そこからワン、ツー、きつい人膝曲げて、スリー、フォー、ファイブ、リバースお腹使ってよ。ワン、実は腹筋だからね。スリー、ファイル、足揃える。 OK、 両手前、ワン、スリー、マスト苦しいよね、わかる。そう、
だいぶお疲れ様でした。自分の足の体重で伸ばしましょう。お疲れ、両足蹴っ飛ばしていいよ。全部伸びて、左足正座の足崩し入れて、半分のビラサナ寝てるだけ、両方の座骨できるだけ床です。で、股関節開き症候群の人、膝と膝を近づけましょう。なるべく
手でつま先持って足の付け根にかけて角まで。ことから何も考えない、何もアクションを起こさない、空っぽな自分に戻っていく時間です。なかなか頭の中空っぽにはなれないかもしれないけど、まず体や心の力をできる限り抜いていく。委ねる、持たれる、そう頑張って支えている。